皆さんおはようございます。幸姉です。今日はねこうなんかすごくいい天気なのでまたホームセンターの方に行ってきたいと思います。今起きたばっかりでねすごい顔がむくんでるんですけど、ね、車もたまに動かしてあげないと本当バッテリーが上がりそうになってやばいので、今ねホームセンターのグッデさんの方に来ています。最近農業女子ということで裏庭でね野菜育てたりしてるんですけど、今日なんかそのもう一つの畑をですね、畑というか花壇というか、両方ミックスですかね、それを作るのにちょっとレンガをね買いに来ました。そんなに高くないと思う、100円とかそんぐらいだと思うので、20個とか30個ぐらいね、買ってこの後畑仕事をね、したいと思います。はい、じゃあ行ってきます。以上ね、よろしいですか。はい、この箱に入れていいですかね。お願いします、はい、こんなに買っちゃいます。はい、どうぞお願いします、はい、すいません、すごいな、衝動買いです、ね、はい、お花も箱に入れます。はい、お花めっちゃ買って、レンガも25個ぐらい買って、はい、今ね買い物終わって帰ってきたんですけども、今日この後ちょっと暑いですけど、もう気持ちを抑えられないので早くこの後ね畑仕事をしたいと思います。こんな感じでたくさん買ってしまいました。今日もやばいですね。私なんかね一つのことに集中しちゃうとなんかもうそればっかり、そのことばっかり考えてしまってやばいです最近はなんかお花とかねハーブの本をね読んだりとかして、あと YouTube とかもね農業従事者の YouTube 見たりとかして、すごいなんかハマっちゃってます。はい、いろいろとお花を買ってきました。これがね、なんだっけ、日々草、これがねマリーゴールド、はい、虫をね寄せつけない虫除け対策でマリーゴールドで、これは観賞用の唐辛子、かわいいよね。買ってみたかったブルーベリーちゃんをね今日買ってきました。これね980円ぐらいかな、もうねすでに実がなってて、さっき食べたけどね結構美味しかったです。はい、でブルーベリーはね専用の土があるらしいので、これをちょっと酸性系なのかな、私が買ったのはハイブッシュ系だね、ハイブッシュ系で、ブルーベリーの肥料もね違う肥料らしいのでこれも一緒に買ってきました。あとねこのレンガちゃんたちもとりあえず25個買ってきました。はい、
ちゃんとできました。なんか結構適当だったんだけど、めっちゃめっちゃ綺麗にできた。蒸しまんじゅうを作ってみました。まあ、もうちょっとねあんこ入れればよかったなとちょっと後悔してるんですけど、まあでもそこそこうまくいきました。はい、でこれを食べた後はね、このフェンネルちゃんをね使って、もうだいぶなんか弱りかけてるんでこう折れちゃったりして、フェンネルのビネガ漬けをねしたいと思います。でサラダとかにあのオリーブオイルと混ぜて作るとねいいかなと思っています。はい、いただきます。どんな味かな。素人の作ったおまんじゅうだから微妙なんですけど、一応あんこをね入れてみました。ちょっとあんこが少ない。素朴で美味しい。黒糖が入ってるんでね、結構美味しいです。美味しい。はい、今からこのフェンネルちゃんを使って、白ワインビネガーにねこの瓶で、つけていきたいと思います。これねこの蓋ね自分でねリメイクシートでねちょっと軽くしてみました。はい、はい、じゃあやっていきます。じゃあ切っていきましょう。どっから切ったらいいんかな、よくわかんないけど、ちょっと伸びすぎてるところを切っちゃおうかな。どんぐらい、こんぐらいいっちゃう。ごめんなさいね。切ります。ザク。はい、これをこの中に入れちゃって。かわいいね。うん。で、ビネガー、ワインビネガー入れます。色を見ない。すごいビネガーの匂いが。はい、じゃあこれに入れて2週間ぐらいかな、2週間ぐらい置いて、あと、オリーブオイルとかと混ぜて、ドレッシングにしたいと思います。こんな感じになりました。はい、うん、おいしい。あ、おいしかった。ごちそうさまでした。はい、ご視聴ありがとうございます。バイバイ。